こんにちはスノーです今回なんですけども試験直前ということで最低限覚えておくべき資金の承継についてご登録いただいた方全員に無料で解説動画をお届けするキャンペーンを行おうと思います資金の承継と聞いてどんな内容かわからない方 また今回の敷金の承継について対抗要件と関連していることが分かっていない方ぜひ登録していただいて解説動画をご覧いただければと思います私が受験生だった時意外と解けなかった部分なんですね何度も何度も復習して頭に入れた部分ですでもここでお伝えをする考え方を理解をすればすごく簡単に解けることができるのでぜひ参考にしてみてください登録方法は簡単ですこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらの方からご登録くださいそうしましたら無料で 今回の式金の承継に関する無料動画をお送りさせていただきます無料なので最後に是非ご確認いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます借地権者 B が当初の存続期間満了前に現存する建物を取り壊し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で借地権設定者 A にその旨を事前に通知しなかった時 A は無断築造を理由として 契約を解除すするることとがでできマルバツいう問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えはこれ誤りですね契約解除することできません当初の存続期間内では借地権者はその土地を借りる権利があるんですよねだから無断で採縮しても問題ございませんつまり A は解除することができないということですねただし期間満了の際に借地権設定者、まあ、イコール地主ですね 地主に正当な自由があるのであれば契約解除はできますで今回の問題は例外とか関係なくもう契約することができるってこう言い切ってるので誤りだということになりますできない場合ありますよね、まあ、原則できませんのでなんで誤りだということですそしてもし契約解除となったと地主 A が正当自由を持って契約解除したってなった場合その場合は借地権者 B っていうのは建物買取請求権を行使して建物を買い取ってもらうことができます まあこの点もね、合わせて覚えておきましょう。借地借家法っていうのは毎年2問出るんですけども、これ、点数取りやすい分野なんですね、借地借家法って。だから絶対落とさないようにしましょう。もし苦手っていうのであれば、まあ、勉強の仕方を変えるなり、なんなりしないと、本当にもったいない部分です。ここはしっかりね、2点取ってほしい部分なので、しっかり得点しておきましょう。では問い2ですね、宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣、または都道府県知事から、 営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、教託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を教託しなければならない、丸か罰かという問題です。これ、答えは罰ですね。取引相手が教託所に対して還付請求をして還付された場合、教託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよ。 っていう,ふうに通知するんで、すねでその通知を受けた免許権者は取引相手に損害を与えた宅建業者に対して不足額の営業保証金を供託してくださいと通知します。その後、通知を受けた宅建業者は通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。従って、今回の問題というのは不足が生じてからって書いてあるんですね。これが誤りです。 正しくは通知を受けてからなんですね。まあ、今回の問題に関する還付については非常に重要なので営業補証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり全体像についてきちんと理解しておきましょうえ個別事情では動画を使って解説しておりますでは土井さんです都市計画を決定しようとする旨の広告があった時は関係市町村長の住民及び利害関係人は ○○〇〇の従覧期間の満了の日までに都道府県作成の案については都道府県市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができますこの○○に入る期間を答えよという問題ですこれは従覧期間の問題ですね従覧期間はどれだけの期間あるかっていう話です都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけませんそのための期間が2週間だという話なんですね これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。そして初めにもお伝えをしたんですけども、試験直前ということで、最低限覚えておくべき、敷金の承継について、ご登録いただいた方全員に、無料で解説動画をお届けするキャンペーンを行おうと思います。敷金の承継と聞いて、どんな内容かわからない方、また今回の敷金の承継について、対抗要件と関連していることがわかっていない方、ぜひ登録していただいて、解説動画ご覧いただければと思います。 私が受験生だった時意外と解けなかった部分なんですね何度も何度も復習して頭に入れた部分ですでもここでお伝えをする考え方を理解をすればすごく簡単に解けることができるので是非参考にしてみてください登録方法は簡単ですこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらの方からご登録くださいそうしましたら無料で今回の資金の承継に関する無料動画をお送りさせていただきます 無料なので最後にぜひご確認いただければと思います。そしてあなたの卓研合格を応援しております。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。